ヘンリー・ギルピンヘンリー・ディルワース・ギルピンはアメリカ合衆国の政治家。1838年から1840年まで第14代アメリカ合衆国司法長官を務めた。1801年4月14日、ギルピンはイングランドのランカスターにおいて誕生した。父親のジョシュア・ギルピンとメアリー・ディルワースの長男として誕生した。父親のジョシュアは アメリカ合衆国のペンシルベニア州、フィラデルフィア出身であり、静止技術を学ぶためにイングランドを訪れた際に母親のメアリーと知り合った。母親のメアリーはランカスターのクエーカーの娘であった。ギルピンの一家は1801年にアメリカ合衆国のデラウェア州に渡り、イギリスで学んだ静止技術を当地の静止工場に伝えた。 ギルピンの一家は1812年からイギリス各地を周遊し、1816年頃にアメリカ合衆国に戻った。ギルピンはその間、ロンドン近郊の学校で学び、1819年にペンシルベニア大学を卒業した。ギルピンはジョセフリード・インガーソルの下で法律を学び、1822年に弁護士として認可を受けた。 ギルピンは1831年から1837年までペンシルベニア州東地区担当の合衆国検察官を務めた。ギルピンは1837年に合衆国財務省の法務官を務めた。またギルピンはこの時期にアメリカ哲学協会に参加し、1833年から1835年までは第二合衆国銀行理事を務めた。 1840年、マーティン・バンビューレンアメリカ合衆国大統領は、ギルピンを司法長官に指名した。ギルピンは、バンビューレン大統領の人気満了となる1841年まで、司法長官を務めた。ギルピンは1853年から1858年まで、ペンシルベニア美術アカデミー会長及び、フィラデルフィア歴史協会副会長を務め、 1856年から1858年までは、ジラード大学理事を務めた。またギルピンは、チェサピークイコールデラウェアウンガ理事も務めた。1860年1月29日、ギルピンは、ペンシルベニア州フィラデルフィアにおいて死去した。ギルピンの遺体は、フィラデルフィア市内のローレルヒル墓地に埋葬された。ありがとうございます。